旗見せてください。こっち様。はい、すいません。これ決定。続いて3人ともでいいですよね。3人ともです。そうです。3人です。はい、いいですか、はい、弁護団長共同代表の河合でございます。この福島第一原発事故がなぜ起きてどのようなものであったかということについて、永久に歴史的に蓋をされてしまいそうなところをなんとかそれを防いだ。これからです。このままでもしこの事件が不起訴に終わってしまったら、この福島第一原発事故の真の原因は永久に闇に葬られたと思います。そのことは間違いがないことです。政府の事故調も国会の事故調もその後全く活動しておりません。そして活動を再開する、それからまた別の方面でも調査を始めようという動きは全くありません。このままだと永久に闇に葬られたと思います。そのことが防がれて、そしてなぜこういうことになったのか、これは福島第一原発事故の原因の 90% は事故前にあるんです。事故前の津波対策、地震対策の不備にあるんです。そこをきちんと究明しないでおいてはですね、福島原発事故の原因の究明はできないんです。でそこをですね、辛くも市民の正義感でドアを開いたということ、この意味はすごく大きいと思います。で、私たちはこれから開かれる刑事法廷において、この真の原因がもっともっと明らかにされていくだろうというふうに思います。検察官の不起訴の理由はですね、福島第一原発の10メートル板を大きく超える津波が襲来する可能性についての予見がなかった、いろいろ説はあったけど学会の通説になってなかったというのがですね、彼らの検察の不起訴の最も大きな理由です。でも今回の議決は、この福島第一原発の10メートル板を大きく超える津波が襲来する可能性について予見性があったと、具体的予見性があったということをはっきり言っています。でそれもきちんと証拠を挙げて、勝俣さんについてはこう、竹黒さんについてはこう、武藤さんについてはこうと、我々が今まで究明しきれなかったものをきちんとですね、指摘しています。そういう意味で、この裁判の展望も非常に明るいと思いますし、またこの今日の検診の議決が持つですね、歴史的な意味も極めて大きいと思います。お願いします。今回の告訴告発の結論の本質は何だろうか、本質は何だろうかっていうと、それは検察の行政的、なんていうんですかね、お役職的判断を市民的正義感が覆した、これがこの議決の本質だというふうに考えて、考え抜いた末のその旗出しの文言が市民の正義強制思考し起訴ということなので、その点もですね、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。被害地の福島の中ではですね、この原発事故がもう終わりに、もう終わってですね、すべてがこう終わりになるというか、そういう雰囲気がどんどんこう強制的にされているという感じがしてるんですね。例えばまだ線量の高いところにも人は返されていくし、それから十分な賠償もされていない中で、オリンピックが叫ばれてですね、再稼働も起きて、そういう中でも福島原発のこの事故はもう終わったものだっていう、そういう雰囲気がとても強いと思うんですね。しかし事故は何も終わっていないわけですね。そして私たちは本当に理不尽な被害に遭ったものであります。でそういう意味でその中で告訴人の方もたくさん亡くなっていらっしゃる方もいます。それから、仮設住宅の中で多くの高齢者の方が家に帰ることもできずに亡くなっているわけですね。でそういうことを思うとですね、やっぱりこの事故がきちんと解明されて、真実を明らかにして、誰に責任があるのか、どこに責任があるのかということがきちんと解明されなければ、被害に遭った者たちは浮かばれないと思うんですね。そしてこれが解明されることによって、やはり
日本の原発政策というものをもう一度考え直してですね、まあ、原発はみんなやめようという方向に行けばいいなと思っておりますので、そういう意味でもとても重要な議決だと私は思っています。今回ですね、明らかになってきた、そして今回のこの検診の議決に含まれることになった証拠類というのは、実はですね、2011年の夏頃には政府事故調はすべて掴んでいたはず、そして検察庁も掴んでいたはずだと思います。しかし政府事故調のレポートには、まあ、間違ったことは書いてませんけれども、重要なことを隠していますよね。決定的なその個人がこんなことまで知っていたということを隠した状態で、政府事故調のレポートも作られているし、検察 の不起訴議決も の段階でも完全に隠されていたと思うんです。それを食い破ってここまで明らかにしたということ、これに非常に大きな意義があると思っていますし、政府事故調、そして、検察のこの捜査に関わった部分でですね、東京電力をそのかばい立てするためにですね、情報をその間違えたとは、間違えて出したとは僕は言う気はないんですけれども、重要な事実を隠していると、重要な証拠があるということをきちんと公開しなかったということについてはですね、大いに反省してもらわなければいけないし、そのこと自体についてですね、まあ、検察自身やっぱり、きちんと反省をしてもらいたいなと、そういうことがあったからこそですね、こんなに明らかな事件について、不起訴が2回も続いたんじゃないかというふうに僕らは思っているんですね。自分たちにとっても失態になってしまっているわけです、検察にとっては。まあ、それを市民の良識が、打ち破ってこういう、強制起訴に至ったということそのものが、まあ、本当に日本の民主主義の勝利というふうにも言えますし、武藤さんたちがやられてきたですね、本当に、事故の被害者の人たち、これでは死んでも浮かばれないよというその気持ちがですね、市民の皆さんに伝わったんじゃないかなというふうに思ってですね、その点は嬉しいんですけれども、まあ、一番釈然としないのは、我々が最後に掴んだこの証拠類は、実はもう2011年の夏には政府事故調にも検察庁にもあったはずだということ、それがなんで今の今までこの事実が明らかにならなくてですね、裁判が開かれないで不起訴の処分のままになってしまいそうになっていたのかということ自身が、僕はこの原発事故と同じぐらい重要なもう一個の事件なんじゃないかと思うんですよね。事故が起きた後に、東京電力をかばい立てするような動きが政府にも、検察の中にもあったということをですね、それ自身を明らかにしていくような刑事裁判になるんじゃないかというふうに思っています。